おはようございます。今日は4月5日、なんか変な時間帯に寝ちゃって、変な時間帯に起きちゃって、今コンビニでタバコとコーヒー買ってきたんですけど、今朝の5時です。5時、眠った方がいいのか起きちゃった方がいいのかちょっと分かんないです。早起きは三文の徳で、これ預かり品のケルヒャーの高圧洗浄機、ちょっと古いんですけど、 K2.360 モデル、一応4050円で売れたんですけど、これちょっと梱包が億劫で、後回しにしちゃったんですけど、いよいよ梱包しますか。いい加減に発送しましょう。怒られる前に。これ難しいなぁ。どうやって梱包しよう。一応梱包部屋に行きますか。こんな大きな商品入る段ボール箱は残念ながらないです。どうしようかな。プチッ。この巻き段ボールいよいよ開封するか。この部分出っ張ってますよね。取っちゃいましょう。引っこ抜いて。引っこ抜けました。ここの突起物大丈夫？あ、水漏れてしまう。これどうすればいいんだろう。ここ出っ張ってんのか。ああ、車輪も出っ張ってんのか。どこでバンド締めする？ここでバンド締めする？いや、適当なとこでバンド締めしちゃいましょう。バンド締めしました。今度はここもバンド締めするか。なんかブランとしちゃったから。はい、バンド締め終わり。今度上決めちゃいますか。上立ち上げました。そしたら今度下立ち上げたいわ。下立ち上げました。そしたら今度こう縛ります。ぐるーっと一周縦に。はい、終わり。梱包終わり。こんな感じですね。こっちの方がいいのかな。上どっちでもいいか。こっちの方が安定してるか。 OK だな。ここ縛らなくても大丈夫だ。こんな感じですね。巻き段ボールも1000mm、 1メートルよりも 1.2 メートルの方がいいですっていうのは、大は小を兼ねるで、大きいのは越したことないです。逆に800度が1000度がちっちゃいやつだと、梱包しにくいですね、逆に。大きい方が楽。うん。買うんなら1200。1200が一番いい。これは、ヤフーショッピングとかで売ってますよね。3000いくらで売ってますね。うん。3800円だけかな ?3500 円だけかな。ちょっと寒いので、一旦戻ります。ただいまの気温、5度です。5度。寒いわけだ。2枚しか着てねえもん。寒っ。はい、用紙書き終わりました。商品に貼り付けてきます。はい、発送手続き完了。これで今日回収に来てもらいます。うちは会社になってんので、法人扱いなので、実は請求してる送料よりも安いんですけど、もうまともに取ってますから。
通の荷物でも取ってます。って言ったって送料、儲けは300円ぐらいかな。うん。2、300円ですね。うん。そんな感じです。ということで、複雑構造な商品、大型商品、箱に段ボール箱は入らないような商品は、今みたいな感じで、巻き段ボールの有効活用、簡易梱包入っちゃいますね。うん。結構使いますね、巻き段ボール一つあると。もう、プチプチは在庫ないんですけど、巻き段ボールってなんとかなります。もう、プチプチは巻かなくていいです。あれ、何の防御力もないですから。あんなビニール薄っぺらいやつ。もう、プチプチ巻かないで、巻き段ボールぐるっと巻いて、それで終わりです。はい、以上。